朝のココロちゃんです。はい、朝のココロです。同じメーカー、同じ事務所でございます。全く一緒、はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、とりあえず乾杯しましょう。はい、とりあえずとりあえずいただきます。お疲れ様です。お疲れ様です。今ぬるっと始めてしまったから何も考えていない。美味しすぎる。どうですか今日初のお酒は。染みますね。もう撮影でお酒が飲めるなんていいんですかこんな。逆に本当に実はね、今日YouTube 撮影の前に江ノ島の方にいて来たので、うん、こちらの方に名物のタコせんべいの方を置いているので、ちょっと後でつまみにしたいと思います。お腹空いてますか？結構めちゃくちゃ空いてます。何も食べてなかったから、うん、食べましょう食べましょう。江ノ島のお団子ぐらい。あ、食べましたね、食べました。食べた食べた。私ちゃんが絶賛してた。そう、あれめちゃくちゃ美味しかったんで、ぜひ皆さん山椒、あ、なんですかね、なんか結構途中じゃん。途中に郵便局あるんですけど、その途中にあるので、よかったら皆さん行ってみてください。出来たてのみたらし団子が食べれます。めちゃくちゃ美味しかった。はい、やばい、刺身、はい、美味しそう。豪華すぎませんか？のかな、めっちゃ豪華、はい、お刺身とこちら、なんかそこの商店街名物のコロッケになります。今日のお供でございます。こんな大きいのがそこにあるなんて。どうでしょう。じゃあ食べます。いただきます。はい、いただきます。どうしよう。え、幸せすぎる。そうなんか先輩の前でこんな、いや、食べるんだ。食べるじゃん。食べるじゃん。いつも贅沢ばっかりさせていただいてます。いえいえ、のんびりしてるイメージ。なんかやっぱカメラ回ると緊張する。うん、そうかも。でもいつも結構のんびりしてるから、なんかそのイメージがある。なんかカメラ回ったらすごい静かになるんだけど、勝手に。どうだろう。でもなんか気使いやとか言われます。あ、わかる。そう、めっちゃ気使いをね、読みすぎちゃうのかもしれない。確かに。そう、最初飲んでた時のイメージがそれかも。そう、すごいね、言われる。でも、ザジちゃんはすごいこういっぱい話してくれるから、勝手に喋るだけ。勝手に喋るだけじゃん。めっちゃ助かってます、本当に。なんか、やっぱお互いね、沈黙とかになるともう、黙るのか。ずっと喋ってるから、ね、食べてください。はい、いただきます。バコバコ食べてたんで、今日いる。美味しそうなんですよね。ね、なんだこれ、ヒラメ、赤身と赤身とブリとヒラメ、ヒラメ。お互い分かってない。食べてください。どうぞ。いただきます。いや、もう食レポ番組じゃないから。どうぞどうぞ。めっちゃ好き。このブリがね、一番好き。でもこれブリなのか、マチマチ違うの、マチかも、マチ、マチとブリって違う、まあ、違うか、うん、成長してる過程が違う。あ、でも種類は一緒だよね、うん。いただきます。美味しい。近所のスーパーのより美味しい。美味しいですか？地元に帰ったみたい。確かに仙台だから。美味しい。仙台のパパンって美味しいの。やっぱね、スーパー見ると違いますね。やっぱ東京でスーパー行った時の、なんていうんだろう、金額と質と、地元に帰ってやっぱスーパーに行くと、もう安くて質がいいみたいな。うん、で色も違う。色も違う。違う。どういうこと？ダメ。まあまあ、なんかね、やっぱ高い金額出すとめっちゃいいものがやっぱこっちの方があるけど、やっぱ安くて美味しい魚は、うん、地元の方が多いかも。東京より。確かに。今度仙台行くから美味しいご飯を教えてもらおうと思います。ぜひぜひ。めっちゃ教えます。なんならもう一緒に遊びたいまである。地元で。めっちゃいるよ、うち。旅行行くからめっちゃ。仙台案内したいですね。おすすめのご飯屋さんは？やっぱね、焼肉が美味しく、安くて美味しくて、うん、焼肉グラっていう
く伝わらん。すっごいこんな厚みこんぐらいで、なかなか火が通らないくらい分厚い牛タンさん、牛タンさんとか焼肉屋さん、そこが美味しいです。本当にもうおすすめ。じゃあちゃんと地元のご飯も食べるの。うん、牛タン。牛タン屋さんには行かないけど高いから。牛タン屋さんはなんか地元の人が行くっていうか、うん、観光の人が行くっていう。そうそうそう。台湾地で3、4000はちょっと高っ。高いですよね。もうそのぐらいするかなって感じ。牛タン屋さんだと。ちゃんと地元を公開してるから、うん、すごいなって。最初めっちゃ疑われましたけどね。え、そんな、なんでそこまで押すのみたいな。そんな押す必要があるのみたいな感じだったけど、うん、逆に嘘なんじゃないかみたいな。地元は強いもんね。めっちゃ地元帰ってるイメージが。最近であんまりですけど、めちゃくちゃ帰ってたな。もう地元にもうなんかもうなんだろう、魂売ってる、売ってる気が なかったから。うちなんかもう東京行きっぱなしだから、魂売ったんだなってめっちゃ言われるから。あ、東京に東京に魂売ったんだね。え、私まだいますか、仙台にちゃんとあるかな、ね、どうなの、自分でわかんない。魂売ってなくないの。売ってない。むしろなんか仙台を売り出しに来てますって感じだから。てか魂売ってるって何。魂売ってるってめっちゃ言われるから、魂売ってるやろみたいな、そういうことみたいな。まあでもそうかも。どっかやっぱ東京にいてもどっか頭の片隅にはこうなんか地元がいるかもしれない、うん、仙台。仙台の観光大使にしてください。ぜひお願いします。勝手なイメージが、うん、生が好き、生が好き。そのイメージ。よく覚えててくださった。そう、生ガキ、生ビール、あと、なんだっけ、生、あ、ユッケとか、生肉が。確かに、焼肉屋さんでユッケ食べてるイメージがめっちゃある。ユッケ、あと、生って何ですかね。そのぐらいかな。生何がある。何かあります。馬刺しとか。あ、肉、うん、生肉。生言いすぎちゃって、うん、一時、うん、その清香さんも、あらちゃんと私で、ね、生好きみたいな。生が好き。そうそう、生が好きとか言ってたら、ファンの方にちょっと悲しくなるからよ。リプライが、なんか悲しくなるからみたいな絵文字で来てて、あ、そうか、語弊がと思ってるのからあんまり言わなくなりました。いや、面白かったのにね。そう、生好き。ちょっとね、でも誤解ね、されちゃうかもぐらい。ね、同じ事務所の五十嵐清香先輩と3人飲みに行った時も、ね、清香さんとうちは焼き牡蠣を頼んでるのに、あ、心ちゃんは生っていう。で、生ビール飲みながら、生牡蠣。生最高って。そうなのね。生のイメージ、めっちゃある。どんどん食べてください。なんか違うんですか、種類。こっちが普通ので、こっちがシソ。めっちゃ美味しいんで、食べてみましょう。食べてみましょう。食べたことありますか。ないです。あ、ないです。ないです。めっちゃ美味しいんで、食べてみてください。今入ってくれるカメラマンさんがおすすめって言ってくれたんで。そうか。え、すごい常連ぶって言ったんですけど、初めて行きました。だって、お箸の持ち方が広いんで、ソースがちゃんと、あ、なんか綺麗に使いやすくなんか開いてる。そう、本当だ。え、待って、こういうのできないんですけど、私。あ、誰かの箸で、ごめんなさい。そう、取れた箸で。え、めちゃくちゃ下手なんですけど、すごいです。これもがね、分厚い。そう、しっかりしてる。めちゃくちゃ下手なんですけど。あ、そっか、こうすればいいのか。あ、すいません、橋の捨て方はひどいって書かないでください。ごめんなさい、心折れるんで。待って、お皿くるくる回ってる。絶対私これカットしてください。カットです。カットしてください。え、箸割れそう、割れそうって折れそう。あ、すごい美味しそう、パッカーン。すごい。そう、最後取る時に気をつけてね。あ、そうなんですか、うん、危ない。あ、なんかすごい左右差がやばいんだけど。ごめんなさい。食べてください、食べてください、心して。いやー、美味しそう。すみません。そう、いつもね、私から食べてって、心ちゃんから食べてっていつも、私ちゃんは言ってくれる、あ
とてもいい先輩でちょっと進んでます。あんまりそんな自分で言わないけどマジで優先してくれて、ね、目を離したら、だ食べないじゃん気使って食べないから、ありがとう。そのイメージがめっちゃあるから食べさせよう。なんか、なんだろう、事務所を所属して1年半経って、なんか後輩の方がなぜかめちゃくちゃ増えちゃったから、あーそう、そう、1周年迎えてないのに勝手に1周年迎えたとめっちゃ思えちゃって、いろんなファンの人とかにもなんかおつぼね感すごいっていうまだ1年経ってないのまだまだ新人のね、作りなのにまだ20歳だぞ。ね、扱いがなんかおつぼねのなんかあれみたいになっちゃったから、なんかお母さんみたいな気持ちです。確かに、ね、事務所もね、まだそのできて間もないというか。うん、おいしい、あ、うまい、うまっ。ガチのリアクションだこれガチのリアクションだ、いただきます。うまっ。あ、あっ、やばい、食べたてですよ。うん、肉のジューシーさがやばい、やばい。いつか作ります。うん、もともと発泡で働いてたんで。うん、知らなかった。そうなんだ。意外と地道な道を歩いてきてるめっちゃ作ってほしい。本当にもう手料理がね、やっぱ東京来て全然食べてないんで、手料理がね、食べたいのくて、わかる、やってます。もう泣いちゃうかもあなたすぐ泣くから、すぐ泣く、すぐ泣くから。あなた実際何回見れるタイプなんですよ、私が泣いてる。なんかだってしかも悲しい泣、なんていうの、悲し泣きじゃなくて感動泣き、感動して泣くっていうすごい涙もろくていいなっていう。すぐ